こんにちは。ソーシャルメディアマーケティングコーチの永山です。今日はですね、彼らは何か秘密を知っているに違いないということで、僕が、ソーシャルメディアと出会ったきっかけについてですね、お話ししたいと思います。僕がですね、ソーシャルメディアと出会ったのは2011年の9月頃でした。僕のビジネスの師匠である堀さんが、これから Twitter が流行る、多分すごいことになるからやっておいた方がいいよということをですね、言ってくれたのがきっかけでした。それまで SNS、ソーシャルネットワーキングサービスは、ミクシーはですね、なんとかビジネスに活用しようと試してはいたんですけれども、確かに、ミクシーを通じて何人かの方と知り合えたりはしましたが、とてもですね、ビジネスに活用できているとは言い難い状態でした。ちょうどですね、その頃ツイッターの話題があちこち出始めて、雑誌の表紙を飾るようになってですね、注目され始めていました。アメリカでは数億人のユーザーがいるだとか、ツイッターがいろいろなビジネスに使われているだとかですね、そんな話をちらほら聞き始めたところでした。僕もですね、師匠の堀さんに習って、ROSHEANA ロシーナというですね、僕のニックネームなんですけれども、そういう名前のツイッターのアカウントを作ってツイッターをスタートしました。しかしですね、ツイート、つぶやきとは言ってもですね、何をつぶやいていいのか全然わからないわけです。試しに身近なことをツイートしても、何の反応も、得られません。ただ一人寂しく、文字が並ぶだけなんですね。で、全然ですね、ツイッターの何が面白いのか、全然わからずにいました。それから2011年の11月ぐらいから、わけはわからないんですが、もう少しちょっと、ツイッターに力を入れてみようと思ってですね、力を入れ始め、で、手始めにですね、当時ツイッターで目立っていた勝間和代さんをフォローしたりですね、広瀬香美さんだとかですね、そういった方々をフォローしたりして、少しずつ、フォローを増やしていったんですね。そしてその2011年の大晦日には紅白歌合戦を見ながら、つぶやきをやってました。周りのツイッターユーザーも、紅白歌合戦の、ツイートを繰り返してですね、で、周りでは会話が生まれたりしていたんですが、僕自身には、ほとんど反応はありませんでした。そして相変わらずツイッターの何が面白いのか、ツイッターをどうやったらビジネスに活用できるのか、本当に全く分からずじまいでした。しかしですね、勝間和代さんのようにフォロワー数が1万人以上の、僕から見たら、神のようなですね、ツイッターユーザーが、何人か存在するということに気づきました。そう、彼らは何か秘密を知っているに違いない、なんとなくそう気づき始めていました。ということで、また続きます。